はい、コーペンちゃん、続きからやっていきたいと思います。少しね、ミニゲームをしてこの状態にしてあります。なので特別な話を見ながら。なになに？今日トーストなんだよね。トースト食べたい。はい、これなんか日によって違うんだね、出てくるものっていうか。スポット好きなお出かけ、好きなお出かけスポット、お出かけしないのよな、家がいいな。まあこっちにしようかな。あれよ、なんか10代の頃は図書館割と行ってたよ。だってありがたい。なんかいや今な、別にな、そんな映画館とか言えばよかったかな。はーい、よっ、もう秋だって。いやもうね、アデリーさんはちょっと本当にアデリーさん暑いね、私の中で今本当に。一番最初に特別の話を全部見終わるのはアデリーさんじゃないかなと思う。よっ。ああ、ほんとさん付けが、なんだろう、こっちに来てくれねえかってイケメンじゃない、かわいい。どうだ？はあ、なんだあいつのか、1枚多くしたってどうしよう。本当にイケメンだね。どうしよう。え、おかわりです。好きしか言えない。かわいい。平和すぎる。どうしよう。大人ペンギンさんは確かもう特別な話が見れたはず。見れるよね。お疲れ様です。お疲れ様です。何かありましたか？飛ぼうとしてる。おや。後ろ二人かわいすぎん。なるほどね。アデリーさん持ち上げれるの？アデリーさんめっちゃパワーある。え、かわいい。
ここなんかさ、これ一日さ何個かさクローバー落ちてるんだよね。ここなくない？クローバー、クローバー、これ？これクローバーカードじゃないもんね。ないな。いやこのね、クローバーって分かりにくくない？教えてあげよう。不思議だね、あと10個10個もいるの。あ、すごい、こういうのあるんだ。あ、なるほどね。選んだ後に、え、看板叩けばいいらしいよ。叩こめっちゃある。アデリーさんについて教えて。目が怖いアデリーペンギンさん、ぶっきらぼうでせっかち、料理が好き。かわいい少ない。何本当、でも白熊さんが一番気になる存在ではあるよね。眠ると体にいいんだよすごいんだよ。素敵。え、でもクローバー集めてあげないと。これあれだ、0時で更新されるんだ。今0時なの、ちょうど。美味しそう。そうなんだね。クローバーが落ちてるよって出てる。どこ？落ちてるよ。落ちてる？全然見つけれないんだけど。待って、戻って、ちょっとクローバー見つけれないんで今日のメニュー行きましょう。あ、いいじゃん、これやろう。このクローバーがもらえる系はなんかあれよね、積極的にやった方がいいよね。で、ちょっと色変えよう。普通に黒にして、これ叩けばいいんでしょう。動かないんだけど、叩いてるけどえ、すいません、これはまだ私があのレベルが低いってこと、そういうこと。だったらしょうがないよね。あ、そうだ、コーペンちゃんのなんかリズム、ああリズムゲーム的なの前回出たよね。それやらなきゃ。やってみたい。波動。愚かなる幼き鳥よ。わあ。任せなさい。これはねもう大丈夫、得。あ、間違えた。長押しなのに普通に打っちゃった。はい。これはどうかな。これ意外と得意ね。はい。割とタイミングゲーでもあるよね。ほらほらほら、あ、くそ貴様に倒せるかな。かわいい。
はいはい、倒したいな。シュッシュッ、やったー。すごいね。ふん、やるではないか。いい感じ。でもハイスコアじゃないんだ。一気に6個はでかいね。よく頑張ったな。花丸スタンプをくれてやろう。で、横島稲賀さんとこ行きましょう。行ってからこうペンちゃんのミニゲームやろうか。どうこうか。かわいい。さてさて。傍観してね。魔法かな、やっぱり私。本当攻撃魔法の方が良かったかな。あ、ちょっと攻撃魔法の方が良かったかもしれない。ここにはある。はい。あと6個。基本じゃ1日7個落ちてるってことね。集めたいな。コペンちゃん。嫌なことを遠くに飛ばしておいてくれたらしいよ。飛ばしてほしい。切実。これね。まあでもね、リズムゲームがね、ちょっとすこぶる下手だから、私大人ペンギンさんも結構大変だなと思って。 B と Y ね、なんとなくできるでしょ。難しそう。流れてきた Y と B。 OKOK。 はい、これ私喋れないと思う。はい、遅いよとか出るんだ。え、これあれね、なんかコンボ全部刻みたいね。でも意外と判定優しいかも。必死よこれ、必死。はい、必死すぎて、だからコーペンちゃんがどう動いてるかとか見てられないもん。下しか見ない、下しか。はいはい、
長いな、もういいよ。連打、まさかの連打あるの。あ、後ろ可愛いのに見たい。いなくなっちゃった後ろ。はい、可憐だ。すごいぞ、かっこいいぞって書いてあったんだ。フルコンボ、よし。これ難易度上がったら無理な気がするわ。今のでも結構必要。よし、コッペンちゃんはいいね。なんか5個で1個お話が出てくるから見やすいわ。わーい、何かな。はい、グローバーとりあえず10個貯めて白駒さんに使った方がいいよね。アデリーさんに使いたいのは山々なんだけど、今は忙しくてはちょっと。かわいい。夢ね、最近私割と悪夢見がちなのよね。あ、もやもややっつけバトルの、あ、なるほどね。こうやってやっていくと難易度の高いやつも遊べるようになってくるのね。なるほど。あ、二人いる。かわいい。こうクローバーありそうでないよね。食べようぜ。待って、ちょうど持ってる四つ葉ちょうどよ。どんどん遊ぼうじゃねえか。いいじゃん。いや、もうやりますよ。本当はね、使ってしまえばいいんだけど、やっぱちょっと白熊さんにね、これはまだできないんだもんね。はい、でも500点稼げるわけでしょ、頑張れば。あ、でも7個必要なのか。600点稼げれば一気に食べれるよ。よく育ったやつを収穫してくれ。はーい。はーい。よし。頑張れ頑張れ私。おら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 。ほらほらほら、そろそろ水まきの時間だよ。いい感じですね。頑張れ私。最高得点狙っていくよ。楽しくなりそうだ。そろそろ水まきの時間だよ。めっちゃこの辺あるよ。なんか超ある超ある。楽しくなりそうだ。あ、500、あ、惜しい。595点。
と1個取ればいいかな。手伝ってくれてありがとうな。いえいえ。ちょっとで600いけたな。よっ、お疲れさん。アナマルスタンプをあげるぞ。めっちゃ溜まってる。アデリーさん溜まりすぎ問題ね。いや、もう許してほしい。ちょっとアデリーさんを次々見ていきたいのよ。ほよほよ。アデリーさん、もう一個違うのやっていい？シュワシュワレモンソーダ。おーす、どうかしたか？ミニゲームをしたいの。どんどん遊び、いいじゃん。ジャイロじゃないのでやりたい。ジャイロじゃないのでやってないから、まだ。そうだそうだ、これアイスカ320点なんだ。意外と低いよね。ありがたいぜ。はい、かわいい。あら、おーい、スティック操作。これ絶対スティック操作の方が頼まれてくれるのか。点稼げそう。ほら、嬉しいな。邪魔よ。ちょっと本当こっちの方が楽よ。皆さんこっちでやった方がいいですよ、本当に。お願いできるか。なんか卵持ってる。の果実を受け取るがいい。卵欲しいだと思う。卵、ありがとう。ちょっと。あ、50点もらえるんだ。お、頼まれてくれるのか。はいはいはい。頑張れ私。はい。おお。はいはいはい。400いきたい。目指せ400。いけたいけた、400いけたよ。卵をもらうかどうかで結構差がありそう。できましたよ。美味しそう。サンキューな。やったー。違うな、卵をもらうかどうかよりジャイロじゃないのでやるってことが大事だと思う。0点どうした？お疲れさん、アナマルスタンプをあげるぞ。あ、でも次のさ、お話だいぶ後じゃない？だいぶ後だ。で、今回はアデリーさんの話を見て終わりましょうかね、時間的にもね。アデリーさん。あ、待って、みんないる、すごくない？そんなことある？全員いるやん。お疲れさん、何か用か？外見てる。あのよ、
あるね、本当にある。それはわかるマジ寝なきゃって思ってんのに寝れないのよね。わかる。寝たくないほど時ほど寝ちゃうよね。どうしてる？一層起きちゃうマジか。一層起きてね、携帯いじっちゃうな。ほんと？面白い？よかった。ほんとにねほどほどになって。本当に気持ちだけはもう今私乙女ゲームやってるから。おお、ちょっと待ってやろうよコーペンちゃんの本やってないのにね。よっ、何かあったか。一番さ、私の中でさ得意なミニゲームどんどん遊び、いいじゃん。これをのレベル2だけちょっとパッとプレイしてみよう。何がどう難しくなるんだろう。よいしょ、まあ、基本ね、やって容量同じだから別に。やっぱりコンピューターが強くなるのかな。おーし、よく育ったやつを収穫してくれ。はーい。14ポイントになってる。おら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 、そろそろ水まきの時間だよ。いい感じですね。あ、待って、コンピューターちょっと強い。私の独壇場じゃなくなってる。くっくっく、楽しくなりそうだ。おら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 、そろそろ水まきの時間だよ。よいしょ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 、楽しくなりそうだ。あ、480しか稼げなかった。手伝ってくれてありがとうな。なかなかね、コンピューターの動きが良くなってきてるわね。よっ、 お疲れさん。2個もらえた。アナマルスタンプをあげるぞ。稼ぎやすくなるのかな。ちょっとさすがにエピソードは次回見ようかなと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。いいね。なんかもう、私このゲームやってる時時間忘れてるもん。だってもう29分撮ってるからね。はい。じゃあこれで終わりたいと思います。バイバイ。